2016年4月11日、突如としてこのような書き込みがなされた。私のことが好きだから大切にしてくれているんじゃなくて、自分よりダメな人を大切にする自分が好きだから、私のことを大切にしているんだと気づいてしまった時に冷めた。周りに優しくて、ものすごく面倒見がいい人に好かれた。君みたいな子が本当に好みなんだ。すごくすごく大切にするから、付き合ってほしい？と猛アタックされた。当時の彼は断る理由が思いつかないくらいのいい人に見えたので、ダメなところばかりの私がなんで好みなの？ととても不思議だった。私は、何かを決めるのも遅いし、いろいろとネガティブに考えてしまう性格だし、見た目も小さくて太っていた。それに、新品のペットボトルが開けられない、小銭をつまむのが苦手という程度ではあるけど、上肢に障害があって、人よりも握力が弱くて、指や腕を素早く動かせない。だから、申し出はありがたいけど、私にはもったいなさすぎる、とお見合いの常套句のような断り方をしてしまった。それでも、俺のことが嫌いというわけじゃないなら、お試しでいいから付き合って、と押し切られ、とりあえずお試しで付き合うことになった。実際に付き合ってみたら、やっぱり彼はものすごく私を大切にしてくれた。私のダメな部分を全部受け入れてくれた。二人でご飯を食べに行って、何を食べようか迷ってしまった時は、ゆっくり考えなよ。俺は、〇〇ちゃんが悩んでどうしようってなってるのを見るのが好きなんだから。とニコニコしながら待ってくれた。彼には全然関係のないことで悩んでいる時には、話を聞くだけで〇〇ちゃんが少しでも楽になるなら、どれだけでも聞くよ。それに俺、〇〇ちゃんが俺に悩みを打ち明けてくれるのが嬉しいから。と言ってくれた。障害についても、私がペットボトルを開けるときにオープナー、力を入れなくても開けられる、を使っていることに気がついていて。俺と一緒のときは、全部任せてくれればいいから。と開けてくれた。オープナーを使うのは新品を開けるときだけで、一度開けたものは普通に開けられるんだけど。彼は、それでも力を使うでしょ、と言って、二人で出かけるときは彼が常にペットボトルを二人分持ち歩いて、私が飲みたいときは蓋を開けてから渡してくれた。できないことがあってもいいんだよ。僕は〇〇ちゃんが好きだから、むしろ、これができないって甘えてくれた方が嬉しいんだ。と言ってくれた。甘やかしてもらうのは楽だし、彼は私のことが本当に好きなんだと感じたけど、どこか居心地の悪さがあって、それがずっとつきまとっていた。友達に話してもこの居心地の悪さをうまく伝えることができずに、今までモテなかったから、大事にされるのに慣れてないだけでしょう。っていうか、そういうのをのろけって言うんだよ、と言われるだけで。あれ？やっぱり私が悪いのかな？こんなに大切にしてくれてる人に居心地の悪さを感じる私が、おかしいのかなと思うようになっていった。ずっと大切にしてもらって、好きだと言われるうちに、私も彼のことが好きになってきたかもしれないと思うようになり、正式に付き合うことに決めた。彼は、ますます私のことを大切にするようになった。ダメなところを晒してしまっても、〇〇ちゃんは、自分のこういうところがダメだって言うけど、俺は、〇〇ちゃんがいっぱいいっぱいになって頑張るところがいいなと思うよ。できなくて、それで俺に頼ってくれるときは、本当に可愛いなって思う。とフォローしてくれるたびに、彼はやっぱり素敵な人だったんだ。彼が私のことを好きになってくれて本当に良かったと思っていた。付き合ってしばらく経ったとき、二人でイベントに参加した。ビンゴ大会があり、私がビンゴになった時、何人かのビンゴが重なって、景品を選ぶ順番を司会者とのじゃんけんで決めることになった。そしたら、彼が私を座らせて、代わりに立ち上がった。私が、大丈夫だよ、素早いじゃんけんは苦手だけど、全員じゃんけんくらいの速さなら全然問題ないから、と言ったけど、聞いてない。司会者が、そちらのテーブル、ビンゴと手を挙げてくださったのは女性の方でしたけど、隣の男性の方が代わりに参加される、ということでしょうか？と聞いてきたとき、彼が、会場の端っこにいる司会者に聞こえるように大きな声で、彼女は、障害があってじゃんけんができる体ではないので、僕が代わりにします。と言った。司会者も、そういうことなんですね、彼女さんのために、愛ですね、と認め、彼はじゃんけんに勝ち、ディズニーペアチケットを当てた。広い会場だったし、大きい声ではあったけどマイクを通したわけではないので、彼の言葉は会場全体に聞こえていなかったかもしれない。それでも私は、景品を取りにステージ側に出ていくことができなかった。彼が景品を取りに行ったんだけど、司会者から、彼女のために、さすがですね。もちろん、一緒に行かれるんですよね。ディズニーなら、
バリアフリーもしっかりしてそうですし、安心ですね。と言われて？もちろんです。というか、どこに行くにしても、彼女には障害を感じさせるような不自由な思いはさせないようにしてますので、実は、どこに行こうと関係ないんですけどね。と照れていて、周りにも冷やかされて、彼は嬉しそうにしていた。この時、他のテーブルの人がひそひそ話している声が聞こえてしまった。なんか、いいね。障害者の彼女のために頑張る彼氏って、彼女のためなら何でもしますって感じらん。そうか？私だったら嫌だけどな。てか、彼女が障害者だからっていう必要ないじゃん。なんか適当に言い訳して、代わりに自分がじゃんけんしますで十分でしょ。あの彼氏、障害持ちの彼女がいる自分に酔ってる感じだわ。そうかな？この嬉しそうな様子と彼女たちの会話を聞いて、やっと、付き合う前に感じていた違和感の正体が分かって、一気に冷めてしまった。後日、やっぱり付き合えないと断った。理由を伝えても彼は理解できないようだった。でも、じゃあ、仮に、私が何でも一人でいろいろできて、すごく性格明るくて、可愛くてスタイルも良くて、もちろん障害もなくて、そんな子だったら好きになってた？と聞いたら、それは〇〇ちゃんじゃないでしょ。〇〇ちゃんは、今の〇〇ちゃんだから魅力があるわけだから、それだけ違えば、もうそれは、違う子でしょ。僕は、〇〇ちゃんがいろいろできないところが可愛いと思う。できなくて、どうしようって悩んだり、困っていたり、それで、僕を頼ってくれればいいなって思った。付き合い出してから、僕に頼ってくれて、ありがとうって言ってくれるのがすごく嬉しい。もし、僕を頼らずに何でも一人でできて、悩み事も一人で解決するようになったら寂しい。頼ってくるような子が、好みってことだよね。俺は、〇〇ちゃんが好きだから、頼ってもらいたいんだ。逆だよ。頼ってくるような子に見えたから、私のことを好みって言っていて、実際に頼るようになったから、好きって言ってるんだよ。違うよ。でも、私が何でも一人でできる子だったら、好きじゃないんだよね。何でもできる子って、それは〇〇ちゃんの魅力とは違うでしょ。こんな風に堂々巡りになるだけなので、とにかくもう付き合えないで押し切った。友達には散々もったいないと言われたし、理由を説明しても分かってもらえないことも多かったけど、それでも何人かは、確かに彼って、誰かができなかったり困ってたりする時には手伝うけど、何かを一緒にやるというか、対等の立場で何かをするってことがない人だよね。と分かってくれた。彼に好かれたのは自分にダメなところが多かったせいだし、自分がダメなところやできないところが多かったことが嫌というほど自覚できたので、そういうところを直そうと努力するきっかけになった。おかげで性格もだいぶポジティブになったし、見た目もマシになった。障害だけはどうしようもないけど、それでも、自分なりに工夫して、できることを増やすようにした。今日、久しぶりに当時の知り合いに会う機会があったので、思い出した。その人によると、彼は、身体障害のある人と付き合っているらしい。その知り合いは、彼に会うたびに、彼女にはこんな障害があって、こういうことができなくて、それを自分がこうフォローして、と聞いているらしい。久々に一輝さんに会って、あの頃彼はできない人を助ける自分が好きなだけで、私のことを好きなわけがないと言っていたことを思い出した。彼、今の彼女のこと、彼女はこういうことができなくて、俺がこう助けて、ってすごく嬉しそうに話すんだよね。実は、一輝さんと付き合ってた時も、いろいろ聞いてた。でも、彼と別れてからの一輝さんは、彼から聞いてたできないはずのことは普通にできてたし、それを見て、あれ？って思うこともあった。性格も、すごくネガティブで暗い子かと思ってたけど、どんどん明るくなったし、なんか、見えていなかったのは自分だったのかもしれない。と言ってくれた。その知り合いによると、彼の話の中で出てくる、彼女は、これができなくなって、がどんどん増えているらしい。彼は本当に優しくて、できない自分、ダメな自分を肯定してくれるし、できないことは何でもやってくれるから、自分でやる必要が全くなくなる。彼女の障害はもしかしたら進行性のことかもしれない。でも、そうでないのなら、いろいろなことをやってもらっているうちに、できていたこともできなくなってしまったのかもと心配になる。と入っても、彼女と連絡を取る手段もないし、彼と関わりがある人には近づきたくないので、何もできないけど。怖い話だな。いい人っぽく見えてどんどん相手をダメにしていくなんて DV 男より立ち悪いかもしれん。真綿で首絞めてくるやつだな。長文だけどスラスラ読めたよ。怖いね、優しい虐待なら。単なるフェチでしょ。
障害者が好きってカテゴリーある。そう割り切った上でなおかつ自分のタイプど真ん中なら別れたのはもったいないけど、そこまで好みの男ではなかったってことだね。別れて正解。重い障害ではなく自分でできるって言ってるのに大勢もいるまで、こいつ障害者なので代わりに俺がやりますとか障害者好きってレベルでなくサイコパスにしか思えんよ。ほんとこれだわ。他の部分はまあ100歩譲って性格の不一致ってことにできても、できるっつってんのに俺がやる。って聞かない上に、彼女は障害があってできないので俺がやります。って人前で堂々と言える神経がすごいわ。全然もったいなくない？付き合わなくて正解。一気分症上手だわ。微妙な出来事とか気持ちの変化とかの表現がうまいわ。不幸な彼女好き系の男っているよね。失礼だし気持ちが悪い。一気のためになりたいなら、自分でできることを支援してくれたらいいのにね。オツでした。怖いね、なんか外国のデブ戦の男思い出した。これ、優しい虐待、がどうして虐待になるのか理解できる人間とそうでない人間で元彼の評価変わるだろうな。共依存の一面に特化した感じ。元彼に当てに負えないレベルのトラブル起きたらどうするんだろうな。理由は何であれ、周りが 100% 理解してくれないとしても、嫌だと感じたらもうそれはしょうがないことだよ。以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。